たよって方、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。このように快晴の中、サマーオブザフックを挙行できますこと、皆様のご協力とご支援の賜物であります。本当にありがとうございます。短い時間ではございますが、今日はロッジ白倉の方が使用できるということで、また新しいレイアウトで、開催できる運びとなりました。フードブースも新たにリトルダイナーズと朝日町の後輩が営んでいるハンバーガー屋さんお越しいただいてますので、ぜひご賞味ください。それとご協力いただいている、ブースの出店者の皆様、ご協力本当にありがとうございます。おかげさまでこのような立派なイベントができること本当に嬉しく思っております。ありがとうございます。はい、それでは、第6回のサマーオブザフック2019開催します。楽しんでください。ありがとうございます。何で使えばいいんですかこれ。たかし腹減ったよ昼飯したい。こっちはこっち、時計ついてない。時計見えないっす。2時、はい、30分からアワード発表、はい、はい、あ、喋るってこと俺、うん、あ、そういうことっすか、うん、ああ。やるってなんだろう、私のほうかな。あ、それいいんじゃないですか。俺喋るっすか。喋って、はい、お待たせしました。いいね、営業停止中。あと半年後ぐらい。半年もマジで冬あのゲレンデがオープンする時期。そうそうそう、までこれなの。まで多分それだから、そういう予想辛い。ないのみたい。え、ないのみたい。何でもいい。あ、だから俺のさ、クラブボックス入ってからでいい。何あんの。青い水色のクラブボックスがでっかくて、うん、ここさ、サモコサ服のステッカー貼ってあるから、うん、それさ、入ってるやつ何でもいいよ。オッケー。失ってめちゃめちゃ寒しました。あ、お疲れ様です。この前さ、はい、ナトリの車屋さんにいた。はい。車屋さんとかあれでしょ？ホットウィールじゃない？ミニカフェ。あ、車屋はわからん、名前わかんないけど。ホットウィールやつ。通ったな。うん。言われてなかった。気づいた。ありがとうございます。はい。あ、ここにも同じ人います。最近の悩みはですね、変えないと思ったんでしょ。はい、変えないなってなったんでしょな俺は変えたと思ってました、ずっと。それを見るとここいるわけじゃないんだけどさ、なえ、ここにいるとね、みんなこう変えててこう、なんだっすみたいな感じで、この反応。あそこの前のあのちっちゃい女の子がジュースするの、あれずるくないですか。マジ俺わざわざあの財布取りに戻って買いました。マジあれを目の前に素通りするときの罪悪感たるやつ。いや、あのおまさと俺一緒なのよ。俺も変えると思ってここ来たのよ。そしたら笑われたのよ。最近メガネがずり落ちてきて、うん、このラインと面になるのが辛いです。ここね、ここ。そう、うん、以上です。はい、はいはい、とりあえず飲み物買いに行こう。どうぞ。あ、分かった、じゃあ行ってきます。はい、チビック前に出しました。こっちんじゃねえよ、こっちんじゃねえよ。お疲れ様です。お疲れ様です。あ、おまさん、みつるさん、久しぶり。挨拶したのこの間。いや、し
してない、してないですね。そう、おまさから LINE 来て、この間めっちゃすごいのいるっすとか、 あ、それみつるさんちょっと話しかけたらす、いや始めましょうです。俺頑張ってるよ今日。自分で言っちゃうけど。マジですか。頑張ってんだろ。いや、いつも頑張ってるじゃないですか、土井さん。今は今しか生きられねえから。今でしょ。いつやるの？今でしょ。誰やるの？俺でしょ。うん。ね？こんなんばっかだよ。俺の周りは。俺の周りはこんなんばっかで、お前もそうだけど、うん、楽しいです俺は。いや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 一番楽しんでんじゃん一番楽しんでる、一番楽しんでるいいとこに来たな、マジで。イケメン取ってあげて。 NG 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 カメラ次じゃん。あ、これ青木っぽいな。青木っぽいな。今の寄り方。青木くんを感じた俺は。あー、もうこの感じが青木くんを感じる俺は。もう。先代の人。これです。これです。これです。これね。はい。出さなきゃないじゃん、今これですって言ったら。あ、そうっすね、ちゃんとあのアジアンドール星があるじゃねえブニ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 、うん、欲しそうな顔してる。なんもねえんだよな。なんすか、なんすか、なんもねえんだよな。なんもないの。音楽流しとっから。これなんすか。え、これなんすか。これ、Vlog。またブログだ、うん、またブログだ、はい、質問してもらって、質問内容何でした。え、質問内容、これまで、ね、人生で、人生で、え、だけ一番やめてよかったものは何ですか。ニート東京、人生で一番やめてよかったことは何ですか。数だ人生で一番やめてよかったこと、覚醒剤。ありがとうございます。やっぱね、川達くん声似てるんだよ。似てる似てる。